おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年12月12月9日朝ですね。出勤前なんでこんな状況になってるんですけれども、ちょっと急いでお伝えしたいことがあります。ですね、テストネット版なんですけれども、テストネット版のカルダノエダのテストネット版のリリースなんですけれども、9日を予定していましたけれども、11日から13日までの間にリリースされるということになりそうです。ということで、なぜこんなに急いで発信しているのかといいますと、ちょっと逆に9日にテストネット版が出ましたよというのは詐欺の可能性があるので気をつけてほしいからです。ということで、では行ってきます。